常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、プーチンがね、核による恫喝をガンガンやってきているんですが、まあそんなね、核による恫喝をガンガンやってきてる足元でね、だいぶ戦車がポンコツだということがね、今話題になっております。これ CNN でね、ニュースが出てたんですけども、タイトルがすごいですよ。まるでびっくり箱というね、タイトルです。ウクライナで戦うロシアの戦車、ロシア軍の戦車が抱える設計上の欠陥とはということで、どうもですね、ロシア軍は欠陥車で乗り込んできたというですね、衝撃の事実が判明しました。これね、よくまあ、SNS 上でね、まあ、この戦争の写真ね、出てますけれども、ロシアの戦車のさ、砲塔が吹っ飛ばされてる写真が結構いっぱい出てません？出てるでしょ？あれなんであんなことが起こるんだっていうことを解説したですね、この、まあ、記事なんですよ。で、この CNN のね、まあ、記事なんですけれども、ロシア軍のね、まあ、これちょっと読むとですね、ここだ。問題はってとこだ。問題は、戦車の弾薬の搭載方法に関連すると。いうふうに書いてます。最新の西側の戦車とは異なり、ロシア軍の戦車は回転砲塔の内部に多数の弾薬を搭載している。被弾の際の危険は極めて高く、直撃でない場合でさえも、そこから連鎖反応が始まり、搭載する最大40発の砲弾が全て爆発する恐れがあると。と、ね。その結果生じる衝撃波の威力で、砲塔は2階建ての建物ほどの高さまにドーンとこう吹っ飛んでしまうと。ね。吹き飛ぶこともあると。最近ソーシャルメディアに投稿された動画に映っている通りだと。で、アメリカのシンクタンク海軍分析センターで、ロシア研究プログラムの顧問を務める、サム・ベンデット氏は、蒸気のような問題を設計上の欠陥と説明。とにかく弾が当たりさえすれば、たちまち搭載した爆薬に引火し、大爆発を引き起こす。砲塔は文字通り吹き飛ぶと、述べたということです。はい。ということで、ロシアの戦車はですね、かなり大きな欠陥を抱えていると、いうことなんですが、これ実はね、今に始まったことじゃないんですよ。私たちは歴史のね、時間にノモンハン事件って習いますよね。まあ、ノモンハンってところでね、日本軍と、まあ、当時のソ連軍が衝突してね、日本軍がですね、まあ、その、ひどい、まあ、手痛い打撃を受けたと、習ったんですけど、あれ、何十年も経ってね、情報公開されたんですけど、ノモンハン事件って実は日本が勝っていたというですね、衝撃の事実が、まあ、判明するわけですよね。これ、どうやって戦ったというかというと、あれね、まあ、当時ね、私ね、サイクの先生に習ったところによると、日本軍は歩兵でね、ロシア軍の戦車部隊と生身で戦ったんだと。ね。で、物量でね、ボコボコにされてね、負けでね、もうこんな戦いをね、やったことによって、もうアメリカと戦えば分かること目に見えたのに、それに改善してなんちゃらみたいな、まあ、そういう話になるんですけれども、実はですね、当時のロシア軍の戦車もですね、結構欠陥だらけで、ガソリンがね、ダダ漏れだったらしいんですよ。こう、バルブのね、ほら、こう、車給油したことある人分かるでしょ？キューって閉めるじゃないですか、給油口のところ。あそこがなんかね、ちゃんと気密ができてない、その、戦車だったらしいのね。だからこの、バルブがちゃんと閉まってなくてですね、もうこう、気化したガソリンがこう、周りに漏れてたらしいんですよ。なんで、火炎瓶チョーンって投げるとですね、それだけでもう、戦車自体が火に包まれてですね、中に乗ってる人がこう、丸焦げに、もう蒸し焼きみたいになってしまうということで、それでこう、日本軍はですね、ロシア軍の戦車をね、火炎瓶でボコボコにしたんですね。途中で気がついたらしいんですよね。これガソリン漏れてるぞって感じで、で、ボコボコにして、まあ、いわゆるキルレシオで見るとね、日本軍の犠牲に対してロシア軍の犠牲の方が圧倒的に多いんですよ。圧倒的に多かったんですけど、もう今回のウクライナ戦争と同じです。はい。ソ連軍ね、まあ、当時のロシアはソ連でしたから、ソ連軍はですね、もう損害も犠牲も関係なくですね、大量の物量を投入して、ね、もう戦力すりつぶす感じで、もうゾンビですよね。やって、撃っても撃ってもバンバン来るよ。ゾンビのような攻撃で、で、その情報も全部シャットダウンしたんですよ。どれだけやられたかっていう情報も全部シャットダウンして、で、これなんか日本負けてんじゃねえかみたいなイメージで、まあ日本が、まあね、ノモンハン事件、まあ結局撤退してしまったと、いうことなんですよね。で、これ戦後確か70年ぐらい経って、やっとね、ノモンハン事件で日本の方が、まあ、圧倒的なすごい損害を与えていて、で、それでスターリンがビビってね、本当にその、まあ、大東亜戦争が終わりね、8日前まで、日本のことをね、攻撃しないで、もうどうしようどうしようってこう、迷っていたと。まあ、日本にそれだけ、ノモンハンでそれだけひでえ目に遭わされたんで、まあ、ビビっていたということがわかるんですけど、まあ、その時に、まあ、戦車に欠陥があったと。ね、ガソリンダダ漏れの戦車をずっと使ってて、まあ、その後多少は改善はしたんでしょうけど、結局今でもですね、まあ、こういうね、ちょっとでも何かが当たると、ね、もう中の40発の、砲弾がね、もう全部連鎖反応を起こしてもうぶっ飛んでですね、まあ、ほとほと吹っ飛んでしまうみたいな、まあ、危ねえ戦車で、まあ、今来ていると、いうことです。で、この件に関してですね、
CNN のね、さっきの記事の続きですけど、こうした結果に対し戦車の登場にはなすすべがないと、イギリス陸軍の元将校で現在は防衛産業アナリストの、ニコラス・ドラモンド氏は指摘する、戦車には通常砲塔に2人、運転席に1人の、兵士が乗り込んでいる、いるが、被弾から1秒以内に脱出しなければトースト状態だというということで1秒で逃げられるかって話ですよね。でドラモンド氏によると、弾薬の爆発はロシアが現在ウクライナで使用するほぼ全ての装甲車両で問題を引き起こしていると。特に乗員3人に加えて、兵士5人を輸送する、歩兵戦闘車 BMD-4 ですね、これはですね、同氏に言わせると動く棺桶であり、ロケット弾が命中すれば全滅するというふうに言ってます。そういえばね、最近動画出てました。あのウクライナ軍が、あの、中国製のですね、あの、DJI でしたっけ ?DJI かなんかの民間用のドローンを使ってですね、それにこう爆弾ね、こう、まあ、手榴弾みたいなものがちっちゃい爆弾くっつけてこう飛んでいくんですよ。で、真下に装甲車を確認してポンと落とすとですね、その装甲車の中で爆発が起こって中に乗ってる人がこう、ね、もう吹っ飛ばされるみたいな動画が、まあ、何件か上がってたんですけど、これそういうことだったんですね。ちっちゃい爆弾でもやっつけられるっていうのは、やっぱりこの構造上の欠陥があるからだと。いうことのようです。はい。ということで、もう全くですね、この乗員のですね、安全性とかね、ね、そういうこと考えずにですね、まあ、むちゃくちゃなこう戦車に乗せて、まあ、やってるんだということなんですね。で、ちなみにですね、今ロシアはね、あの、キーウから撤退した部隊を再編成して、東部戦線に投入してるんですけど、やっぱりね、地上部隊はものすごい人手不足らしいんですよ。その結果何が起こってるかというとね、これね、ドラモンドさんがね、おっしゃってるように、普通搭乗員3人で、こういうね、装甲車とか、戦車というのはですね、運行するんですけれども、まあ、3オペですよね。ところが人足らないんで今ね、2オペになってるらしいんですよ。はい。もうほとんどあの、昔のブラックだった頃のスキア状態ね。1オペではないんですけど、2オペで回してるらしくて、そうするとやっぱりこうね、あの、爆弾を回避し、爆弾というか敵が来た時にこう回避したりとかさ、照準したりとかする運動とかすごく、鈍くなりますよね。だからまあ、ウクライナ軍にですね、いいようにボコボコにされてて、まあ、昨日の動画でも言いましたけれども、1日で300人ぐらいの死傷者が出るような、むちゃくちゃな戦闘がまあ、行われているということで、これまさにね、現代のノモンハン事件ですよね。はい。で、損害を隠してるってところも、旧ソ連時代と何も変わってないっていうことに気づきました？ね。あの、だってロシア軍ってついこの間までさ、死者500人とか言ってたわけでしょ？ね、もう実際にはもう2万人近くの方が亡くなっていて、まあ、いわゆるその、負傷してね、もう使い物にならないっていう人も含めると、下手すると6万人ぐらい行ってるんじゃないかと。私あの、プロに監修していただいたんですけど、死者負傷者含めて、ざっくり6万人ぐらい行ってるだろうと。1人の死亡に対してね、あの、負傷者はね、2人から3人ぐらい出るらしいんですね、常識として。まあ、どんなに少なく見積もっても、6万人は行ってるなと。ね、まあ、1万5000人として、ね、まあ、かける3で4万5000人が負傷してるから合わせて、ね、6万でしょ。ざっくり6万ぐらい行かれてるとなると、もともと動員した兵力が19万しかないわけですから。ね。そうするともうこれ軽く、ね、25% どころか、まあ、3割近く行かれてると、いうことですよね。そうすると、あ、3割近くというか3割以上か。そうすると普通の軍隊だったらこれ動けないんですよね。動けないんですけど、まあ、ロシアはね、新兵を徴兵して、それをですね、無理やりこの戦車に乗せて、しかもその戦車、2オペなんですよ。6人訓練も受けないやつ2オペで入れて、しかももう爆弾満載で、ね、ドローンからなんかコローンって落とされたわけで、ドッカーンみたいなね。ね、あれですよね、動く棺桶であり、ロケット弾が命中すれば全滅すると言われているようなものに乗せて、まあ、この前線に投入してきているということです。だから今ね、砲撃戦で東部でね、まあ、割と優位に進めようとしてやってますけれども、実態はひょっとしてこういうことなんじゃないかと。まあ、アメリカ軍なんかはね、結構慎重に見ていて、いや、補給のことが心配で、わざとゆっくり前進している可能性があるというふうには言ってるんですが、まあ、違う 見方も結構あってね、あの、実際にはもう使い物にならないやつが来ていて、ね、なおかつ、そのまあ、動く棺桶状態ですから。損害ばかりがこうね、削られまくってね、どんどん出てるような感じなんじゃないかなと、いうふうに言われております。それからね、このね、CNN の記事続きがありまして、ロシアが T-72 の後継として、1992年に投入した T-90 ね、これ新型戦車なんですけど、これ実はね、装甲こそアップグレードされたものの、砲弾の装填システムは従来型を踏襲したため、弱点はそのまま残っているということなんで、同じくこれ T-80 戦車も全く同じ装填システムなんだそうです。つまりですね、あの、一点豪華主義というかな、まあ、金ないですから、基本的にね、ロシアはね、金ないから、装甲だけは強化して、ね、攻撃に耐えられるような下に見えて、まあ、肝心のですね、この構造上の欠陥は放置されていると。で、同じようなことはですね、あの、通信システムでも言われてますよね。はい。西側のね、まあ、NATO 軍とか日本軍もそうで、あ、日本軍というか自衛隊もそうですけれども、まあ、デジタル暗号通信で通常はやってるわけでね。ね、携帯電話とかアマチュア無線なんかで連絡取らないんですけど、ロシアのこの手の兵器はですね、まあその、まあ攻撃力とか防御力にね、まあ特化したこの強化を行ったがためにですね、そういうまあ、まさに今、このね、ご指摘のね、
この CNN ご指摘の、その砲弾のですね、装填システムであるとか、それから通信システムね。そういうところにね、お金が回らなかったらしいんですよね。で、そのお金が回らなかったところのこう弱点をついてですね、今、ウクライナ軍ね、まあ、全世界のこのアマチュア無線愛好家と協力してですね、ロシア軍の通信内容を傍受して、ね。で、その傍受した内容に基づいて、ロシア軍の位置をもうほぼ完璧に把握してね。まあ、これアメリカ軍もすごい協力してるんですけど、完璧に把握してですね、そこをピンポイントで砲撃してボコボコにしてますよね。で、しかもその砲撃の時にドローン使って着弾確認してて、もうこれ非常にウクライナ軍は今、得意になっているらしくて、かなり正確なですね、射撃ね。で、ボコボコしてます。この間この間ですか、昨日かな。動画上がってましたけれども、多連装、ロケットランチャーね。あれがこう集まってるところに砲弾集中してですね、まあ、これもまた、ね、多連装ロケットランチャーに命中したこの、まあ、砲弾がですね、まあ、誘爆してですね、他のミサイルというか、ロケット弾もね、もうボッコボコになってる映像っていうのも私見ましたけれども、まあ、そういうことが、まあ、続いてるわけですよね。だから、まあ、そのロシア軍の弱点っていうのは、まあ、正面装備、ほんと強そうに見えるんですけれども、その、砲弾の装填システムであるとか、ね、通信システムであるとか、あとは、その、扱ってる人がね、本当は3オペでやんなきゃいけないのを2オペでやってるとかね。まあそういうこう、なんて言うんでしょうね。本当の足回りの部分ね。こういうところを軽視してですね。まあ見た目だけ豪華に、まあやっているということでございます。で、こういうね、社会主義系の国の軍隊ね。まあ権威主義国家の軍隊と言ってもいいんですけども、こういう軍隊ね、割とそういうところあります。北朝鮮がパレードでいっぱいひけらかしてますけれども、あれも実際動くのかっていうのは、っていうところですよね。まあ北朝鮮も多分焦ってるんでしょう。ロシア軍があんまりポンコツだったんでね。自分ともそう思われたくないと思ってね。で、チャイナも同じですよね。チャイナの、まあ、この艦隊ね、まあ、海軍今すごい強化してますけれども、基本的には、沈んだモスクワと同じ作りの船とかも結構いっぱいありますので、ね、本気でこの、ね、ハープーンとかに狙われた時に耐えられるのかどうかみたいなね、まあ、その対艦ミサイルですけどね、ネプチューン、ね、まあ、ウクライナ軍ネプチューンってやつですけど、アメリカ軍とかイギリス軍とか、まあ、日本も持ってますけど、ハープーンっていうね、対艦ミサイルありますけど、ああいうのを狙われた時大丈夫なのと、スピード遅いけどこれ落とせんのみたいな、まあ、そういう問題があると、いうことで、まあ、軍隊はですね、まあ、カタログスペックだけではわからないと、ね、中身のね、この砲弾の装填システムから、ね、さらに言うと、まあ、そのね、通信システムから、ね、兵士の連動からね、3オペなのか2オペなのかみたいな、そういう細かいディテール見ていかないと、なかなか強さっていうのはわかんないよと、いうことをね、ちょっとお話をさせていただこうと思いました。はい、ということで、来週に向けてですね、ウクライナ軍、東部でね、大きな、まあ、大反撃出てくれると思うんですけどね、今続々と、海外からね、大砲がウクライナに届いているので、この後ですね、激しい砲撃戦から東部決戦へという流れでございます。引き続き目が離せないんでね、ぜひこちらのチャンネルね、皆さんチェックしてみてください。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。